何をやったんだ。来たみたいだぞ、シンゴ。あのスキール音だと、どうやら2台もつれてるようだな。睨んだ通りの展開だぜ。仕掛けるなら、このポイントしかない。ブレーキング勝負に必要なスピードの乗る直線。道幅が狭い峠道で、このコーナーだけが3車線あってラインを選べる。その上ここは2つの R が重なってる複合コーナーだ。ゴールはすぐそこだからな。他に仕掛けるポイントはね。このコーナーを立ち上がって頭取ってる方が勝ちだ。来たぞ。あ、 FC が頭だ。しゃあ、ケツに食いついてる。さあどうする、どう攻める。外からじゃ絶対抜けねえぜ。インに行け。インかアウトか。アウトだぞ。高橋涼介がインサイドを全く開けなかった。あれじゃインをつくのは無理だ。FC が前に出た。インが絶対有利だ。FC が外に膨らんでいく。マジかよ。出口の方がきついのにスピードが乗りすぎているんだ。嘘だろ。ラインがクロスするぞ。兄貴が負けた。不敗神話は崩れた。